はい、こんにちは。こんにちは。斉藤です。斉藤です。あれ、やぶ。斉藤です。ありがとうございます。今回はですね、今、道志の森キャンプ場に来ておりますが、せっかくなのでギア紹介コーナーでございます。おいキャンプギアっていうよりも、収納ボックス、収納系の道具についてちょっとだけご紹介させてもらいたいなと思っております。はい、お願いします。はい、ご紹介したいのがあるんで、まずね、じゃあ一つ目です。ここにちょっと見えてますトランクカーゴ、これ無印良品なんですよね。そう、このタイプのトランクカーゴってよくあると思うんですけど、ホワイトっていうのがあんまりなかったっていうのと、でも真っ白ではないよね。真っ白ではないですね。ちょっとグレーがかってるというか、ライトグレーだけど見た目は白に近い。そう、これですね。まあよくあるトランクカーゴなんですが、無印良品から出てるやつで、はい、値段が安い。値段が神がかってました。1780円。すごい。2つね、これを買いました。ここに貼ってあるステッカーは自分で貼ったんで、これはないんですけど。質的にはよく出てる高いやつとかと変わんないよね。変わんない。一緒です。全然一緒。座っても大丈夫だったし。うん、でね、これにね、結構キャンプ道具を入れてます。今までの動画を見てくださった方は分かるかもしれないですけど、うん、カーキ用の70リットル2つ分を、はい、一応この白い50リットル2つ分に分けて、ちょっといらないものを少し減らしました。はい、でね、ちょっと色がね、明るくなったからまたね、全然印象が変わってね。そう、夏らしい、うん、いい感じにね、なってますね。はい、はい、まあ弱点としてはちょっと汚れが目立つっていう。まあでも逆に汚れが目立つから、まあ汚れっていうのは分かった方がいいっていうことで、お部屋にねあっても可愛いかなって思いました。そうだね、はい、そんな感じで、そんな感じで、おい、はい、それではね、2つ目、じゃじゃん、これです。はい、はい、大容量です。はい、これはね、カインズホームで売ってますアウトドアバッグ。これが、サイズがね、確かこれ M かな、 M でこのサイズでかいよね。しかもね、ここにボタンついてて、そんなにね、荷物ないときは締められる、うん、ちょっとシュッとして使えるようになってます。はい、結構な街があるんで、そう、こんな感じ、こういう風にね、こんぐらいあるよね。うん、なってますね。ここにね、調味料ボックスとか入れてます。そのぐらい、箱がボンって入るくらい広い、うん、ポケットもあるし、ちょっと可愛らしいこのアウトドアのガーデンって書いてあるけど、ロゴが入ってます。はい、しかも超丈夫じゃない？丈夫、重いのに、うん、こうなんか取っ手が取れちゃいそうだなみたいなこともなくって、うん、すごい使いやすい。はい、これが1300円ぐらいだったかな、これが。あ、そうか、 M だから、うん、そう、カインズホームで売ってます。はい、とってもこういう風に肩にかけても痛くない感じで、うん、太いのでベルトがで固定でパチパチって止めれるから、そうですね、うん、はい、持ってても片っぽ取れちゃうとかもないし、すごい楽です。はい、うん、もう一個が L、 よいしょ、いいよ、はい、じゃーん、これが L です。はい、L が1800円、700円ぐらいだったのかな、確か。この L と M の差でかいよね。そうだね、これもう本当にでかいんで、街はね、さっきと一緒、本当にでかいんで、ここにはね、棚、ちっちゃい棚とか焚き火台とか、トランクに積むには細かいなっていうギアをここに入れてます。なんかこうバラバラしちゃうけど、うん、特にこれといってそれ用の収納袋はないよっていうものに対して、ここに入れとくと、太郎さん積むときに楽で、楽、そう、今まではこう持って積んでたのがすごい楽になります。そうなんです、はい、これが L ですね。 L、 これもすごい便利です。安い、安いよね、ほんと。そう、はい、それでは最後、はい、最後、じゃん、 L&C 重トバッグです。これは何ですか？重トのバッグです。オリジナル商品です。オリジナル商品です。はい、何入れてるんですか？これはタオルとか化粧ポーチとか、ここがトイレットペーパーなかったので、トイレットペーパーとか入れてます。はい、一緒にね、あのキャンプの棚と飾っててもすごい可愛いですし、うちでこれから販売するバッグになります。はい、もうね、リンク貼れると思います。動画の説明欄の方に
リンクを貼りますので、そこからお買い求めいただけます。はい、今年で流行りのこの牛革のバッグ、多分数年ぐらいまだ流行ると思うけど、ロープになってるんですよ、ここが。これ綱っていうかロープ、ジュート素材で、街はこんな感じ。結構このぐらい重い歯磨きとか全部入ってるポーチとかもいっぱい入って、もすごい頑丈で使いやすいです。かわいいです。表だけ L&C のロゴ入ってます。こんな感じですね。インスタとかにも載せますので、はい、ぜひいろんな感じでコーデしたらいいのかなとかありましたら見てみてください。はい、ハルピンさんおすすめの今年一押しの、今年ね、どこでも出してるかも、うん、どこでも出してるんだけど、ちょっと初めて L&C のブランドの名前を入れた商品を出してみました。値段もね、結構安く、そうですね、出す予定です。はい、ちょっと今この段階では 100% 決まってないので、はい、リンクの方をちょっと見てもらえたらと思います。はい、はい、以上。はい、ということで今回は僕たちがね使ってます収納系のアイテムの紹介でございました。共通してるのは、うん、安い、質がいい、大容量、そういうことです。はい、他にも収納ボックスとかいくつか使ってるんですけど、うん、その中でもあえてね絞って、まあ、これはいいなって思うもの2つと、うんうん、あと自社のねもの1つを紹介させてもらいました。やっぱりね、見た目にもこだわりたいので、うん、安いだけだとやっぱりかっこいいのが欲しくなっちゃうから、はい、こうトータル的にいいって思ったものをお伝えしたいなっていう感じです。すごい回ってるお伝えしたい、本当に。はい、そんな感じで、はい、まあ、こういったねアイテム紹介定期的にやっていきたいなと思ってるんですけど、はい、やっぱり自分たちがいいなと思ったものを出していきたいので、はいはい、今回も絞ってやりました。次はね、この辺とかもやりたいなと思ってます。椅子関係もやりたいなと思ってますね椅子もね、これだけじゃないんですよ、何個も持ってきてるんで。そうなんだ、うん、ということで、アイテム紹介のコーナーでございました。いいですね、このアイテム紹介のコーナー。いい、なんか私やりやすい、そのテレフォンショッピングのすごいこうフレンドリーな感じ、はい、それってお得ですよって言ってないし、自分のところの商品だけじゃないから、そうそう、リアルにリアルなコメントが聞いていいなって感じ。そうそう、リアルですよ。無印良品とカインズホームと、うちL&C のやつですね、はい、うん、はい、電車でもね、あんまなんか疲れなく、旅行とか旅行もなかった、何でも使えますよ、うん。それでは、この動画がですね、ちょっとでも面白かったなと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録の方もお願いいたします。はい、その他にですね、インスタグラム、それから、ブログの方もやっておりますので、これできない。インスタグラム、ブログの方もやっておりますので、その辺もね、下のリンクの方から見ていただけたら嬉しいなと思います。それではね、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。またね。またね。またね。年の森だよ。森森森。キツネ。